そうします。さあ、では私の、はい、私のこれはどうでもよいんです。ここからは本日行われる重賞、新山記念の富ちょいをご紹介します。富ちょい、はい、お願いします。フェアリーステークス異常に難しい、ね、昨日のフェアリーステークスは前走3着以内をクリアした9頭のうちの2頭でワンツーと、うん、さらに中5周以上クリアしたエフェイオンが1着とヒントになりましたね、うん、はい、どこかにヒントがあるので皆さんが見つけてあげてください。はい、お願いします、はい、さあ新山記念の富ちょいはこちらです。うん、新馬か未勝利からの距離延長は 0%。 牝馬は怖い、スワーブ旋風2024です。はい、詳しく教えてくださいませ。まず1つ目、新馬か未勝利からの距離延長は 0% ですけども、うんうん、過去10年の成績チェックしてみましょう。前走から距離延長になる馬の成績が悪く、2勝2着1回3着1回着外は36回なんです、はい、これを前走が新馬か未勝利戦を走っていた馬に限定すると14頭いたんですけども、うんうん、1頭も馬券に絡んでいません、はい、ですのでこの条件に当てはまる馬に関しては割引ですね。なるほど、か過去10年ですか。はい、はい、前走から距離延長している馬はテイエムリステッド、上り昇竜、大成レスポンス、デルシエロ、アルトゥームと5頭いますが、0% の新馬か未勝利組はテイエムリステッド、上り昇竜、アルトゥームの3頭になるんですね。まあ、前走勝ってますけどデータ上は今回も馬券に絡まない。ちょっと僕1頭だけね、それだと困る馬がまあいると言えばいいですね。なるほど、いると言えばいいですね。まあ、まだ時間あります、はいはいはい、続いて牝馬はもう帰れないからこれはもう帰れないから牝馬、はい、は怖いですが、新山記念はアーモンドアイやジェンティルドンナ以外でも出走頭数の割に牝馬がの構想が多く、ここ10年で3勝2着2回となっています。新山記念牝馬は警戒が必要だと思います。はい、牝馬はラーンザロープスケーブパールですね。前走から距離延長組でもないので、まあこれね、まあ来てもおかしくないですよ、この2頭は、はい、そうなんですよ、はい。そしてスワブ旋風2024ですけども、2023年度の新種牡馬ではダントツの成績を収めたスワーブリチャードシャンク、はい、締めのホープフルステークスを牝馬のレガレイラが制して G1 も初、なるほど、はい、2歳馬の成績はデビューのね、あれですね、デビューイヤーながら3位でしたので、はい、そんなスワーブリチャードシャンク今回も2頭出走してきますので、はい、大体注目。エシトラールとショーマンフリートということで、うん、まあ、この2頭も臭いというか、でも全部臭いっちゃ臭いんですよね、うん、はい、全然ありますね、この2頭も、はい、はい、ということで信じるか信じないかは、うん、あなた次第です。ハート、はい、今日は前髪がないんです。前髪はないっていうのは下ろしてないってことですか。はい、うん、そういうことです。下ろさせてきたんですね、今日は、はい、以上です、はい。